パワー半導体分野でもこの水素大きな課題もあります。それは水素ステーション、あとは投資家にはかなり有名な2021年自動車関連の輸出額は約 14.7 兆円、日本の輸出総額の約2割を占めます。さらに輸出台数ランキングでは日本は2位となっており、自動車は日本にとって大きな外貨獲得の手段なんですね。ちなみに生産台数ランキングでは3位です。2009年頃に中国に1位の座を渡し、2011年にはアメリカに再び抜かれ、それ以降ずっと3位ですね。中国アメリカに抜かれたとはいえ、自動車関連の国内の就業人数は約552万人、日本の全就業人口の約 8% を占めています。トヨタグループだけで日本の GDP 10% ぐらいを支えているとも言われたりしていますし、自動車は外貨も雇用も生む、まさに日本の基幹産業なわけです。そして皆さんご存知の通り、自動車産業は100年に一度と言われる変革期を迎えていますね。短期では半導体不足で車を作れない状況がやっと回復し、業績回復が見込まれるかとも言われ、一方長期で見ると変革期を迎えたこの自動車産業は、投資家としても一社会人としても知っておきたい重要分野だと思っております。ということで今回のテーマは、車の未来キーワードケースと EV 関連の企業を紹介し、その後2つ目の未来キーワード水素、3つ目の未来キーワードマスの説明をした後に、現在の主要な自動車関連企業をご紹介していこうかと思っております。では早速1つ目のキーワードケースから。結構前から言われている言葉ですが、念のため説明します。ケースはコネクティッドオートノマスシェアドサービスエクリプの頭文字を取った造語で、2016年にベンツが発表してから使われ続けている言葉です。順に説明しましょう。コネクティッドは文字通り何もかもがつながる、車と車、車と人、車とインフラ、車とネットワーク、全てがつながった社会を表していて、家の中からエンジンをかけてみたり、事故が起きたら自動で警察に連絡が行き、交通情報もリアルタイムで提供されるような状態という感じですね。で、オートノマスは言わずもがな自動運転。自動運転はレベル5まであり、こちらは国土交通省の資料ですが、レベル1は衝突軽減ブレーキとか車間距離制御装置など運転支援の段階です。これはもう当たり前になってきて、免許の更新なんかではこれを過信しすぎないようにねとか注意されるような状況ですね。レベル2は車線を維持しながら前の車についていく機能などです。日産のプロパイロット 2.0 なんかがこれですよね。あとはトヨタセーフティセンス、ホンダセンシング、スバルのアイサイト、マツダのアイアクティブセンスとかで、高速とかでは手を離すことができたり、システムが必要と判断したら速度を落としてくれたり、ドライバーが操作してない状態が続いたらハザードとビービーってホーンを鳴らしながらゆっくり停車してくれる、車線変更や追い越しをサポートするとか、そういうやつですね。で、今はこのレベル2から3に移行する段階にいます。レベル3は条件付き Eyes Off といって、特定の条件下では目を離してもいいよというレベルです。このレベル3以降は運転の主体がドライバーからシステムに移ります。ちなみに2021年3月に日本で初めてこのレベル3の型式指定を国土交通省から取得したのが、ホンダのホンダセンシング E ライトレジェンドという車かなに搭載されて、法人リース車両として販売されたとのことです。世界初の国際的に認められた自動運転車両ですね。で、この技術をさらに進化させたのがホンダセンシング360で、去年市販車では中国向けの CRV に搭載されて、今年2023年にも日本でも発売予定だとかお伺いしました。人間の目は前方100度ぐらいしか見えないらしいのですが、この360は文字通り360度を感知して人間の目が届かない危険も察知できるということですね。未来ですね。ちなみにこれを支えているのがミリ波レーダーやイメージセンサーなどです。ちょっと掘り下げます。一つ目のミリ波レーダーは簡単に言うと超高周波レーダーで、天気が悪い日も夜間でも障害物の方向とか距離を把握しやすくなるとのことですね。前を行く車の運動予測とかも得意らしくて、カメラに頼らずにセンシングを行うためのものらしいです。イルカみたいな感じなんですかね。超音波を飛ばしてこう遠くの仲間の位置を把握するようなイメージかなと思いました。で、他にもより小さな物体の検知が得意な 3D ライダーといって、赤外線を利用して対象物を識別するものもあったりして、これは自動運転の目なんて呼ばれていて、市場の拡大が期待されています。これらレーダーがイルカの超音波的だとしたら、2つ目のイメージセンサーは
カメラとセットで人間の目のような感じですね。今まで通り自動運転は語る上では欠かせないものです。ちなみに身近なところで言うと、スマホで写真を撮るときに顔を認識できるのはこのイメージセンサーのおかげですよね。要は目の前の画像データを情報として処理するのがこのイメージセンサーの役割で、広く言えば半導体の一種。半導体のこちらの動画では CMOS センサーのところでソニーを紹介しましたね。これを使うことで信号の色や道路標識を識別することもできるようになるわけです。とまあこのあたりのセンサー技術はまだまだ標準とされる形式が定まっていないところで、だからこそ広く車載用センサーを扱っている会社に投資しておこうという方もいれば、まだわかんないからとりあえず半導体に投資しておこうかなという方もいます。ちなみにセンサーを扱っている会社でいうと、ライダーメーカーは中国の企業が目立ちますが、ミリ波レーダーでいうと6770アルプスアルパイン、6723ルネサスエレクトロニクスとかが有名ですね。デンソーやパナソニック、富士通なども扱いがあります。この中ではルネサスエレクトロニクスは部品企業ではなくて半導体の企業で、特に車載半導体で有名ですので、今後 EV 化の流れで部品数が減ったとしてもあまり業績には関係ないのではと見られています。イメージセンサーではイメージセンサー世界シェア1位のソニー、あとはパナソニックやキャノンなんかも扱っていますね。車載用のイメージセンサーに限ると、米オンセミコンダクター、米オムニビジョンテクノロジーズなども有名です。次にケースの S の説明に行きましょう。シェアードサービスの S ですが、これからは車は所有よりも必要な時にだけ利用する共有の時代が来るよねという意味です。まあ、これはマスのところで詳しくお話ししますね。ということで最後のケースの E はエレクトリック、ご存知電動化ですね。ご存知かと思いますが、 EV の台頭の背景には環境問題がありますよね。電池を使ってモーターを回して車を動かすので、走っている時に CO2 を出さないところが EV の優れているところというわけです。仕組みはすごいシンプルでこんな感じです。メインの部品はバッテリーとモーターと電流を直流から交流に変換するためのインバーター、まあ、ここではコントローラーと書いてありますが、メインの部品はこのバッテリー、モーター、インバーター、この3つぐらいなんです。だからエンジン車は2万から3万ぐらいの部品数なのですが、 EV はその半数以下の1万と言われています。現在主流のエンジン車は 40% がエンジンに関わる部品と言われているので、そのエンジンがスポッとなくなるわけですから、まあこうなりますよね。で日本は2035年までには新車の販売を EV100% を実現するとしています。ヨーロッパはフォルクスワーゲンのディーゼル不正が発覚して以降は EV に力を入れていますし、中国なんかは EV では先頭を走っている状況ですよね。ちなみに新車販売における EV のシェアはアメリカは 3% ほどで、しかもそのほとんどがテスラらしいですね。でヨーロッパは 10% 近くまで上昇しています。一方で日本はまだ 1% 前後という状況です。ただこれから増えること間違いなしの EV ですが、課題が3つあります。これは走行距離、充電時間、コストですね。 EV の走行距離は200キロから600キロぐらいです。大容量リチウムイオン電池を積んでいるテスラの車で600ぐらいですね。エンジン車が、まあ、600から800は走ると考えると200という数字は低いとみなされていますね。次の充電時間は、急速充電器を使っても30分、通常の場合は数時間以上かかるそうです。ガソリンを入れるだけなら数分ですから、この充電時間はよく課題として挙げられます。今は交差点で止まるごとに非接触で充電するとか、あとは走りながら充電するなどの研究がされていますが、これはインフラ整備のコストが大きそうなので実現までは時間がかかりそうかなと感じました。次のコストの面も、いくら部品が少ないからといってもですね、バッテリーに使われるレアメタルが高価なこともあって大幅なコストダウンは難しそうと言われています。ちなみに EV の全コストの3割ぐらいがこのレアメタルとされていますね。あとはこれは課題ではないんですが、よく指摘される問題として、走行中だけでなく作るところから破棄するところまでトータルで見た時の環境負荷はエンジン車と EV 車そんな変わらないんじゃないかという指摘もされます。これはライフサイクルアセスメント LCA といって、作るところから破棄するところまでどれぐらい CO2 を出すかという評価がありまして、10万キロを走ると想定した場合 CO2 の排出量はエンジン車20トンに対して EV は19トンとのことでした。走れば走るほど EV に軍配は上がるんですが、意外と1台あたりで見た時には大きなインパクトじゃないよねという指摘もされます。 EV はレアメタルの採掘と生成においてどうしても CO2 を排出してしまうと考えられますね。とはいえ先ほどから申し上げておりますが、これから増えることは間違いないわけですから EV 関連の銘柄を紹介しましょう。ちなみに EV になると各部品とも付加価値が高いので、完成車メーカーを頂点にしてその下に
にティア1、ティア2などと呼ばれる下請けがいるピラミッド的垂直構造ではなくて、企業が水平につながり合う水平構造に変わると言われています。そうするとですね、これから紹介する日本電産を筆頭に他の産業から自動車産業へ参入しやすくなりますね。熾烈な競争が繰り広げられている世界というわけです。ということで、バッテリー、モーター、インバーター、これら3種の神器ごとに説明をしましょう。まずバッテリー、1つ目、1社目はパナソニック。テスラ向けの電池やトヨタのハイブリッド車向けで有名ですよね。一時は世界最大の車載向け電池メーカーでしたが、今は中国 CATL や LG に抜かれている状況で、つまり世界3位の EV バッテリーサプライヤーということです。テスラがまだ小さい頃からの パートナーで、今でも強いパートナー関係にはあるそうですが、最近ではテスラもトヨタもバッテリーを内製化し始めているので、新規の顧客開拓が注目すべき点かもしれません。もう一つの鍵はバッテリーコストの削減ですね。先ほど EV の総コストの3割はレアメタルだ女王みたいなことを言いましたが、そのレアメタルを使うのがこのバッテリーですから、バッテリー企業はその製造工程の簡易化などがとっても大事で注目されています。あとは海外で言うと中国のガンフォンリチウム、ここはリチウムの生成加工、バッテリー製造、リサイクルなどを行っている会社。次に米リベント、世界最小コストのリチウム工場を運営している企業です。水酸化リチウムなどでもシェアを拡大しているということでしたね。次に中国 CATL、 コンテンポラリーアンペレックステクノロジーで、ティア1ランクの世界大手のバッテリー企業ですね。テスラの他にも BMW や日本でもホンダなど、いろんな企業と取引量が多いところでも有名です。で、このバッテリー、主にリチウムイオン二次電池ですが、メインの部材は4つありまして、この部材ごとに企業をご紹介しましょう。1つ目は正極材、こちらでシェア 7% ほどの日亜化学工業、同じくシェア 7% ほどの住友金属鉱山。不極材では世界シェア2位の、ついこの間昭和電工と昭和電工マテリアルズが統合してできたレゾナック。次にシェア 4% ほどの三菱ケミカルで、部材3つ目はセパレーター、こちらではシェア 9% ほどの旭化成、 6% ほどの東レ、あとは投資家にはかなり有名なダブルスコープ。4つ目の部材は電解質、こちらはちょっとテーマがあって、今は電解質は液体なんですが、安全性などの観点からよりメリットの大きい固体への開発が進んでいます。それでいうと出光興産、三井金属、日立造船なんかがよく挙げられますね。この4部材とパナソニックなどの関係を簡単におさらいしておくと、元となるリチウムやコバルトなどを採掘して生成する原材料の企業がいて、そこから正極材などを作る主要4部材メーカーがいて、その部材を使って電池を作るパナソニックなど電池メーカーがいるという感じです。その後も使い終わったリチウムイオン電池はリサイクルメーカーがリサイクルするというのがバッテリーを取り巻く流れですね。もうここまで分かっていれば EV におけるバッテリーを取り巻く構造はバッチリという感じですね。以上3種の神器の一つ、バッテリー企業の説明でした。次にモーターに行きましょう。1社目は日本電産。日本の経営者を挙げると言ったら絶対名前が出てくる永森さん率いる会社ですね。日本電産はモーターの制御を担当するインバーターも減速機も一体化した e アクスルを開発し量産しています。日本電産は EV が急速に普及し始める分岐点を25年と見ており、25年には400万台を目標にしているとのことです。ただ足元では生産が追いつかず計画に遅れがあるようですが、まあ、順調に e アクスルの販売台数は伸びているようで、世界シェア 40% から 45% を目指しているとのことでした。次、名電車。日本電産と同じくモーター、インバーター、減速機が一体化した装置を2023年にも市場へ投入し、販売拡大を目指しているのがこちらの企業です。もともとモーターの会社でしたから、その技術力への信頼は高いですね。またレアアースを使用する永久磁石を使わないモーターの開発にも力を入れているとかで、そちらが実用化されたらインパクトは大きいですね。2028年度には EV 関連製品の売上高を1000億円とする目標を掲げて生産能力の増強をしている状況です。次、三井ハイテク。半導体、注目されている方はおなじみの企業かもしれません。半導体パッケージに欠かせないチップと基板をつなぐような役割のリードフレームというのを生産していて、こちらはシェアトップクラスです。プラスで EV 向けのモーターコアという重要な部品でも高いシェアを誇っていて、全世界市場でシェア4割ほどだとか、今後も売上拡大の見込みがあるようで、ゴールドマンサックス証券とかは高い投資判断を出し続けている企業ですね。最後の3種の神器、インバーター。ちなみにインバーターというのは誤解を恐れずに言うと電気の制御担当といったところです。半導体のスイッチング素子を持った部品ですね。
こちらで有名なのはデンソー。自動車部品国内トップ企業で世界で見ても2位なので、あえて EV のところで取り上げなくてもいいかなとは思いましたが、ここで説明します。カーエアコンの国内シェア 50% だったり、半導体を内製している会社だったりと、技術力が高いことが伺えますね。トヨタ自動車グループのティア1中核企業です。世界中の自動車メーカーに対してエンジン、電装部品、空調設備、ナビゲーション、センサーなどの自動車部品を提供しています。足元では大泉製作所と共同で電池モジュールに関する特許の取得がありました。 JP モルガン証券や三菱 UFJ モルガンスタンレー証券などもレーティングは強気で出していますね。で、EV に関してはインバーターにも力を入れているということです。少し前ですが、2020年頃のインバーター世界シェアはおよそ 35% でトップだったということですね。インバーターに使うパワー半導体の開発や設備投資は強化を続けているというところです。次、ニチコン。世界有数のコンデンサーメーカーです。インバーターの他にもEV 用の急速充電器などでも注目されている企業ですね。次、日立アステモ。ミリ波レーダーからモーターから何でも行っている会社です。未上場の企業ですが、今後上場の可能性も検討中ということなので、さらっと紹介しました。で、ここからは EV 三種の神器の枠を飛び出して企業を紹介します。まずはローム。パワー半導体のこちらの動画でも紹介しましたが、 SIC パワーデバイスで超重要な企業です。 EV でも注目ですね。次に EV 関連といったら外せないのが芝浦機械。あとは日本製鋼所もですね。この2つの企業はバッテリーセパレーターフィルムの製造装置を作っていて、業績拡大が期待されている企業です。次、椿中島。元は工作機械向けの部品メーカーです。好調な工作機械向け以外にも EV 向けが新たなニーズになっているというところです。こちらが評価されているのは放熱性の高いセラミックボール。同社によるとセラミックボールの世界シェアは約5割とのことです。電圧を上げると金属が腐食してしまうという課題がある中で、このセラミックボール、放熱性の高いセラミックボールの採用が増えているとのことでした。と、一気にさらっと企業を紹介しました。 EV の課題は走行距離、充電時間、コストで、この課題解決につながる技術が各社鍵になりそうです。たくさん走るにはたくさんお肉を食べなきゃいけないですが、そうすると体重が重くなってお金がかかったりというイメージで、走行距離を伸ばすには電池を大きくする必要があるんですが、そうすると車が重くなってしまったり、コストも高くなったり、さらに EV の場合は電池を大きくしたら充電時間も長くなってしまうわけです。ちなみに長距離を走る10トントラックなんかは7トンの電池を積む必要があるなんて試算もあります。まあ、これは1キロあたりのエネルギー密度がガソリンとリチウムイオン電池では桁違いだから起こることだそうです。そうした中で注目をされているのが2つ目のキーワード、水素ですね。水素って地球上のいろんな元素と結合していて、使用済みプラスチックとか糞尿とか工業プロセスで副次的に発生したり、もちろん水からも作ることができたりと豊富なんだそうです。しかも地球上で最も軽い気体ですから、そのまま運んでも軽いし、もちろん液体にしたり、その他にもいろんな形で貯めたり運んだりできるとのことでした。使い方も車やバス、オフィスや家庭の電力、熱エネルギーにも変えられて、ここまで聞くといいことづくめなんですね。まあ、5年ぐらい前にイーロン・マスクさんは水素に懐疑的な意見を述べておりましたが、いずれ飛行機も水素を使った燃料電池で飛ぶ時代が来るという専門家さんもいらっしゃいますし、天然ガスが主流の都市ガスもそのほとんどはいずれ水素に変わるぞという方もいらっしゃいます。各国も CO2 を出さないクリーンな水素社会を目指して目標を立てていて、環境省が各国の状況は詳細にまとめてくれていますから、興味がありましたら環境省水素で検索してみてください。ちなみに水素に関しては日本が一番進んでいる分野ですね。具体的には太陽光とか風力とか自然相手なので、時と場合によっては再生可能エネルギー、これらを使った発電は発電されすぎてしまって、それを貯めておく必要があるらしいんですけど、それを貯めるための蓄電池は高いと、そして容量も大きいと。そんな中、水素に変えて貯めておくなどの使い方がより実現性の高い方法として検討されているそうですね。いわく水素と電気は CO2 を排出することなく互いに変換できる循環型のエネルギーとのことです。先ほどのライフサイクルアセスメントで言うと、 EV よりも水素を使った燃料電池車は圧倒的に CO2 排出量が少ないようです。で、水素を使った燃料電池はご存知の方も多いかもしれません。2020年に発売されたトヨタ新型ミライ。走行距離は約850キロ、充電時間は3分。 EV の課題を大きくクリアしたような形ですね。ただし
この水素、大きな課題もあります。それは水素ステーションのコストです。水素ステーションはすでに全国に164箇所あるそうですが、1つ建設するのに5億とかの費用が必要なんですね。ガソリンスタンドを建設するのに7000万から8000万円ぐらいの費用で済むわけですから、文字通り桁違いなわけです。とはいえ地球環境は大事なものですから、水素社会に向けて少しずつ社会は変化していくのかなとも思います。それでは水素社会に関わる企業を紹介しましょう。ででん、トヨタ、岩谷産業、 IHI、 旭化成、エアウォーター、日立造船、三菱ガス化学、徳山、レゾナック、東芝エネルギーシステムズ、日立などです。トヨタは特に水素エンジンに懐疑的な声もある中で、市販を前提に開発を続けている企業ですね。24時間レースでは社長自らが乗り込んで性能や安全性をアピールしたと。これはもう2年前の話ですね。と、未来の技術に関わる企業を紹介しました。足元では水素はまだまだ業績に乗ってくる段階ではないので、今すぐ長期的な上昇トレンドとなるかというと、そうではないかもしれません。それでも外せないキーワードですし、まあ、応援の意味も込めて紹介いたしました。それでは最後に、ケース水素以外に知っておいて損はない車を取り巻くキーワードがあるので紹介します。それはマスモビリティアザサービス、サービスとしての移動という話で、ケースの S にも該当する部分ですね。まあ、ごちゃごちゃ説明する前に、実際にフィンランドでの例をお話ししましょう。フィンランドでは世界初のマースアプリとして WIM というのがあるんです。私が調べた感じでは全移動手段サブスクアプリといったところです。例えば家からおばあちゃんに行きたいみたいな場合、電車バス以外にもカーシェアやライドシェア、レンタルサイクルなどあらゆる移動手段を含めて経路や手段を提案してくれます。で、アプリを見せるだけで公共交通機関を利用できて乗り継ぎもスムーズとのことです。で、サブスクと言いましたが、プランがこのように複数あって、例えば上位のプランであれば WIM に月額利用料を払えばあらゆる移動手段が追加料金なしで使えるといった感じです。公共交通機関を使えば使うほどお得になるということですね。もちろん移動が少ない方向けにその都度運賃を払うプランなどもあるようです。でも都度払うとは言ってもアプリ上で決済ができたりして、きっと便利なんだろうなと思います。旅行客なんかにもとっても便利ですよね。アプリ上でツアーなんかもできちゃいそうだなと思いました。で、これをフィンランドは都市計画の一つとして行っていて、法整備、そして民間によるスムーズな導入、政府のサポートなど、マースの成功例としてよく取り上げられています。実際に公共交通機関の利用率が大きく上がって、渋滞や排気ガスの問題解消につながっているとも言われています。というのがマースの具体的なイメージ。日本でも国土交通省の掲げるカシノハスマートシティモデル事業の一環で、千葉の柏の葉で三井不動産と WIM の企業のマースグローバル社がタッグを組んでテスト導入されているそうです。コロナ禍だったので足元どうなっているのかちょっとわからないんですが、フィンランドのようにマースが根付いた社会は理想的ですよね。ということで、ケース水素に並んで大きなキーワードのマースを紹介いたしました。それではここまでは未来の話をしましたから、足元の話に行きましょう。今がわからなければ未来への変化ポイントもわからないということで、今活躍している自動車関連企業を中心にお話ししていきます。自動車は数多のメーカーが関わっていますね。恒例のケーキで例えると、まず小麦農家さんにあたる材料メーカーがいて、それをもとに小麦粉やクリームなどの部品を作る部品メーカーがいて、さらに泡立て器などケーキを作るための道具メーカー、ここでは工作機械と呼びます、工作機械メーカーがいて、最後に部品や道具を使ってケーキを作るパティシエ、車でいうと完成車メーカーがいるという感じです。大きく分けるとこの4つ。ちなみに完成車というのはまさに完成した車を作るメーカーで、今一例を挙げちゃうとトヨタとか日産とかホンダとか身近な企業ですね。では早速具体的な企業へ行きましょう。まず材料メーカーから。材料はこんな風に細分化できます。うわ難しそうと思う方も多いかもしれませんが、軽量化という観点から材料はとっても大事なところなので、なるべく優しくがっつりこってり説明していこうかと思います。少ない燃料で長く走るために欠かせないのが車体の軽さということで、いかに軽い素材を提供できるかというのが求められている材料メーカーですが、もちろん軽ければいいという問題でもなくて、強くないといけないし、加工しやすくないといけないし、錆びに強くないといけないし、耐熱性もコスパも求められるということを念頭にお話しすると、まず鉄鋼、車の重さの7割から8割を占めるこちら鉄鋼ですが、他の素材に比べて比較的重く、ただしコストは良く強度も素晴らしいといったところでしょうか。普通鉄の他に軽量化のために配電鋼といって、ちょっとのマンガンとシリコンとかを入れて、より高い高張力、引っ張っても切れない力、要は強度を持った鋼板というのがあります。強いので
普通鉄よりも薄くても OK、 つまり軽量化に貢献するという感じですね。それをもっとウルトラにしたのがウルトラ配電鋼、より高い高張力を持って配電鋼よりも薄くて OK なので軽量化に貢献。他にもホットスタンプ材といって強いし成形もしやすい、なのでより強度と複雑な成形が求められる部品に使われるような素材もあります。ただこちらはコストが高いのがデメリットですね。で、一方ホットじゃなくてクールなのが冷感プレス材と呼ばれるもの、 JFE スチールが開発、太平洋工業が製造したこちらの冷感プレス材は高級車のボディとかに使われ始めていますね。加工がしやすく、しかもホットじゃなくてクール、つまり加熱の工程がいらないので製造原価を下げられる期待がされております。ちょっとマニアックな話ばかりになってきましたが、一応鉄鋼セクターの話にも触れておくと、鉄鉱石から鉄を作る鉱炉と鉄スクラップから電気を使って鉄を再生するみたいなイメージの電炉の2つに分かれます。環境の観点では電炉の流れですが、鉱炉を扱う企業は規制があって限られたプレイヤーしか行っていない寡占の分野なので、国内での競争環境は安定しているという感じです。以上、鉄鋼セクターのざっくりとした説明でした。次にアルミ。アルミは鉄よりもさらに軽くて耐食性に優れ、放熱性も高いと。シリンダーなどのエンジン部材やドアやルーフなどの材料に使われていることが増えているそうです。次にマグネシウム。アルミよりさらに軽く、なんなら構造用金属の中で一番軽くて、ロケットにも使われるほど強度も高いと。燃料タンクやトランスミッションなどで使われることがあるそうです。ただ燃えやすく腐食しやすく、加工性がアルミより悪いとか、高コストなどのデメリットがあるそうです。次にプラスチック。軽く加工性が良好で錆びず、防音性防水性に優れ、塗装などの防錆処理も不要な素材と。バンパーやホイールキャップ、エンジン周りでの使用があるとのことですね。最近ではエンジニアリングプラスチックとかスーパーエンジニアリングプラスチックなど、高性能高コストなプラスチックも出てきているということです。次にチタン。鉄より軽く、アルミより重いけど熱に強く強靭に錆びないのでエンジン部品などに使用されているような素材です。次にCFRP、 カーボンを混ぜたプラスチックみたいなイメージで、軽くて強い、高強度、高耐久性、高コストといった素材ですね。ボンネットフード、プロペラシャフトとかに使われているそうです。当初は量産化に難点があって高価格帯で使われていたようですが、最近では量販モデルでも使用されているとのことでした。次に CFRTP。 CFRP が熱で固まる卵だとしたら、 CFRTP は熱で溶けるアメちゃんみたいな感じらしく、2018年アメリカの GM が世界で初めて量産車に使ったことを発表しています。 CFRP の欠点である生産コストやリサイクル性の低さをカバーした形の素材で、30年の需要予測は CFRTP が3508億円とのことです。次にレアメタル。電動化の進展で注目されている素材ですね。二次電池で使われるリチウム、コバルト、ニッケルなどのレアメタルですが、簡単に説明するとリチウムは文字通りリチウムイオン電池で、コバルトは永久磁石や磁気気力媒体など、あとは自動車の部材としても、あとは二次電池の制御部材としても使われていると。ニッケルも最近では二次電池向けの需要が強いとのことです。ちなみにこれはレアメタルがどこに埋まっているかの図で、コバルトとかすごいですよね。半分以上がコンゴにあるという状況です。この辺の情報がまとまっている資料が経産省にあったので載せておきますね。ドドゥーン。それでは関連する企業のお話をしましょう。まず先ほど言った鉄鋼の鉱炉の寡占企業が JFE スチール、日本製鉄、神戸製鉄所です。あとは高温など特殊な環境でも耐えられる特殊鋼を作る大同特殊鋼、あとは日本鉱石発工業なども挙げられますね。あとは CFRP、CFRTP では日機装、帝人、東レ、東方テナックス、三菱霊四、三菱樹脂とかですね。チタンは東方チタニウム、大阪チタニウムテクノロジーズ、アルミナウ、アルミは UACJ とかですね。アルミもマグネシウムも中国が強い分野ですね。と素材のお話をしました。次に部品のお話をしましょう。まず簡単に部品の種類を見せるとこうです。でーん。は量がすごい、我全部説明無理なりということで、いきなり企業のお話をいたします。5108ブリヂストン、言わずと知れたタイヤの世界最大手企業です。最も過酷な使用環境である鉱山を走るためのタイヤ、2019年に発表された JAXA とトヨタと共同で行っている国際宇宙探査ミッションでの月面探査用のタイヤとか、あとは空気を使わないタイヤなど、様々な次世代技術を開発するまさに世界トップのタイヤのリーディングカンパニーですね。空気を使わないタイヤってすごいですよね。タイヤの2大問題は空気圧の減少とパンクにあるので、空気がいらないタイヤがあったらパンクも起こらないし、空気圧の減少をセンサーで検知してドライバーに知らせる TPMS タイヤ空気圧モニタリングシステムすら不要になるのかもしれませんね。とこれはまだ実用化されていなくて、実用化されているタイパンク用の技術でいうとランフラットタイヤでしょうか。
これはパンクしても応急的に一定の距離が走れるというものですね。これは環境にもメリットがあるわけです。鍵になるのはスペアタイヤです。このスペアタイヤは実はほとんどが新品のまま捨てられているそうです。なのでパンクしても一定の距離が走れるこのランフラットタイヤならば、スペアタイヤを積む必要がなくなってもったいないが減るということですね。しかもスペアタイヤ分車体も軽くなりますし、燃費向上、あとはトランクルームも有効活用できて環境にもいいことだらけというわけです。ランフラットタイヤは前は乗り心地が悪いと言われていたようですが、今はその点も改善されているようですね。他にもタイヤ周りで言うと5110住友ゴム工業、ここも同じく世界で見ても高いシェアを誇っています。5101横浜ゴム、7282トヨタ合成も有名ですよね。あとは5105東洋タイヤ、ここはアメリカで大口径タイヤでシェア4割です。次に行きましょう。7259アイシン、トヨタ系部品大手です。自動変速機、オートマチックトランスミッションで世界シェアトップです。トランスミッションってなんじゃいという話をすると、日本語で変速機です。どうやらですね、車でも自転車でいうところのギアチェンジが行われているらしいのです。例えば自動車を漕ぎ出すとき、上り坂とかではギアをどうされますか？軽いギアにしたりしますよね。まあ、逆に全速力を出したいときは重いギアにするとか、まあ、それと同じようにギアの噛み合わせで回転数を適切に変えて、時と場合によって最適な形でエンジンの力を引き出してタイヤを、車を効率よく動かしているもの、それがトランスミッションということです。で、アイシンはこのトランスミッションで世界シェアトップということですね。ただですね、引っかかった方も多いかもしれません。そうするは果たして EV にトランスミッションはいるのかどうかという話ですね。結論から言うと基本不要と言われているようですが、走る距離を伸ばす、もしくは速さを追求すると必要なようで、 EV 向けのトランスミッションの開発は各社力を入れていて、愛心も例に漏れず EV 向けトランスミッションの開発に注力していると。一方で日常生活を行う分には走行距離をそれほど必要としないことが多いと言われているので、生活圏を走る車には搭載されないということは十分に考える必要がありますね。次に5802住友電工、いい企業ですよね。電線最大手企業、自動車用のワイヤーハーネスでは世界シェア推定 25% とも言われています。 EV においては電力消費が低く、高出力を可能にする軽いワイヤーハーネスで注目されています。電動化だけじゃなくて自動運転の分野でも、自動車の通信の高速化におけるケーブルとかでも注目されています。あとはパワー半導体分野でも海底ケーブルなどで絡んでいる会社ですね。次、6473ジェイテクト、ベアリングの大手企業です。ステアリングとか工作機械なども作っています。ベアリングというのはですね、日本語で軸受け、パッと見るとネジみたいな輪っかみたいなやつで、機械あるところにベアリングありと言えるほどドライヤーにも使われていますし、新幹線とかもちろん車にも何にでも使われているものです。簡単に役割を説明すると、物がくるくるっと回ると摩擦が起きますよね。で、その摩擦に抗うにはより大きな力が必要になっちゃって、まあ、要は邪魔ですよね、摩擦と。そんな摩擦をなくす輪っかがベアリングです。ちなみにベアはクマと同じ綴りで、動詞だと耐えるっていう意味があって、耐えるやつみたいな感じですかね。で、自動車にはこのベアリングが100個から150個ぐらい使われているそうです。ただし EV になった場合は自動車に搭載されるベアリング数は半減するとも言われています。一方で自動運転とかブレーキ、ハンドルなどがロボット化された場合、ベアリングは必要になってきますし、車以外にも半導体製造装置でも使われていますし、なくなりはしないものですね。どちらかというと景気が良くなってみんなが機械を作りたくなったら業績も伸びるみたいなイメージで、景気敏感株とも言えそうです。で、ベアリングで言うと他にも6471日本製鋼 NSK、 こちらがベアリング最大手です。愛心のところで話したトランスミッションでは EV 向けの2段変速機のコンセプトを開発済みで、早ければ24年には製品化できるとの話も目にしました。次、3116トヨタ紡織、自動車の内装品では国内トップ、世界で見てもシェア3位です。エアフィルターも国内トップですね。まあ、言ってみれば移動空間という限られたスペースをいかに快適にするかという技術を持った会社です。材料の自社開発を行っていて、軽くて強くて環境に優しいドアトリムに注力しています。ちなみにドアトリムというのは、ドアの室内側の窓を開けるスイッチとか、なんかペットボトルを入れるっていう、こちらですね。次、5991日本発条株式会社、日発バネ最大手です。道路からの振動とか衝撃を吸収したり、燃費向上とかに欠かせないとか、快適さに欠かせないものですね。もちろん産業分野や情報通信分野でも必要なものとなります。次、7241双葉産業、自動車のマフラー
ー最大手。マフラーは音を少なくすることとか排出ガスを抑制する役割を持った車の後ろについてるあの筒状のあれですね。足元ではマフラーの軽量化、あとは自動車で培った排気ガス浄化、熱マネジメントの技術を応用して農業分野にも力を入れているそうです。ちなみに完全な EV を考えた時にマフラーは不要な部品となってしまいます。もちろん世界からなくなるといったことはないと思いますが、この点はこの会社を語る上ではどうしても外せない論点ですよね。高い技術を持った会社ですし、そもそも排ガスの浄化などは環境への配慮を考えた時にはプラスなので、どう展開していくのかは気になっております。で、これら部品などを作るための工作機メーカーも紹介できるのですが、工作機械は工作機械でまた一つのセクターでもあって、ここから30分とかになってしまいますので、需要があればいつかセクター解説動画のうちの一つとしてまとめられたらなと思っております。で、これら部品を組み立てて完成車を作るのが完成車メーカー。ご存知の企業が多いので、世界で見た時の時価総額順にいきましょう。ででん、テスラ、トヨタ、中国、BYD、ベンツ、フォルクスワーゲン、BMW、フェラーリと続きますね。国旗を加えるとこんな感じ。アメリカ、中国、日本、ドイツ、インド、韓国といったメンツですね。時価総額をグラフにすると、こう、販売台数ではトヨタがまだまだ世界1位なんですが、投資家からはテスラの方が期待されているというわけです。あとちなみによくびっくりされるのは、日産よりスズキの方が時価総額が高いという点ですね。で、これら完成車メーカーを頂点に、ででん、こんな感じでピラミッド構造になっているわけですね。トヨタだったらこうで、デンソーとかアイシンがティア1に当たり、その下にティア2、ティア3と続くわけです。一方 EV だと先ほどお話した通り、こういう横のつながりのイメージになりますと。さてさて、以上が現状の企業の紹介でした。皆さんお分かりの通り、ケース革命が起きている今、軽量化、省エネ化、 EV 化などへの対応がどれくらいできるかが企業を見る上では大事そうですね。もちろんこのケースやマスを支えるパワー半導体器具は強いよねということで、そういうところに注目するのもありだと思います。半導体をまとめたこちらの動画、もしくはパワー半導体をまとめたこちらの動画もぜひ一緒にご覧ください。こっちでは 5G などの話もしております。ということで、長くなりましたが最後までお付き合い本当にありがとうございました。チャンネル登録やいいねいただけると大変励みになります。あとコメントも全部見ておりますので、ぜひお待ちしております。それでは失礼いたします。